はい、ということで続きましてパート4の収録やってまいりましょう。今回も私ダースがね実況の方を担当させていただきます。このレッスルエンジェルスサバイバー、実況プレイねパート4やってまいりましょうか。早速ね、前回ね3人加入ということでまさかの今ね5人体制でやってるわけなんですけれども、とりあえずあと1人ね欲しいところですので安定の新人テストからやってまいりたいなというふうに思います。まずですね、もうこれは惜しみなく50使ってですね、確実に選手を得たいところなんですが、どうでしょうか。お、来ましたね。小川光選手。はい、長野県在住の方で、マダムや、ベビーフェイスの方というふうになりましたね。あんまりイビル側の人っていうのは多くないのかな。おっと、能力にブレがだいぶある形でしょうか。ハッスルガールってことでね、キャッチフレーズになっております。そうですね、ちょっととこの子もいろいろ見直した方がいいかもしれないですね。まあとりあえず雇うだけ雇いましょうか。精一杯頑張りました。よろしくお願いします。テクニックに光るものを感じます。筋力なさそうですが成長は早そうですと。やっぱり成長は早いにね越したことないと思うんですけど。ありがとうございます。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。はい、お願いしますということでね、やっと6人体制になりまして、こっからいろいろとね動き出すべきではないでしょうか。そうだな、何から始めりゃいいんだろう。バカンスはいいとしてベルトに設備業務提携、とりあえずジム行っていろいろ見直してみましょうかね。とりあえず今回入った、小川さんのですねメニューね、どういう風にするかってことなんですけれども、やっぱりですね1って数字あると気になっちゃいますね僕は。どうしても、弱点克服でいきましょうか。これ便利だなこの指示ね。集中集中、はい、ちょっとね頑張ってほしいところではありますが、はい、練習内容変更、あとはまあ会話してね終わりですかね今回。やっぱりこれあれみたいですね、あのコーチ設定して、特訓っていうのができるようになるみたいですね。なるほどですね。どうしようかな。みんなモラルに多少ね動きが出てきてますが、減ってる子もいれば上がってる子もいるって感じでしょうかね。まあ、一定数値維持してた方がいいとは思うんですけれども、これ誰を押すべきなんだろうか。今の段階で一番バランスいいって誰なんでしょうかね。シナさんは見た感じバランスいいような気がしますが、ちょっと一回やってみましょうか。見ましょうか。だって 20AP なんで、練習成功すれば練習の成果が飛躍的にアップ。あ、運なのか。ちょっとやってみようか。特訓あまり馴染みがありませんね。うん、まあでもね何事もチャレンジってやつですよね。頼む頼む、お願いします。あんまりいいものではありませんね。あ、これはダメだった時のパティーンですね。え、マジかよ。そういうデメリットあるのね。信頼度下がっちゃった。やばいな、なんか信頼度がねその相手団体にこう引き抜かれるかどうかとかに関わるんですかね。やばいな、ちょっと会話でなんとかなるでしょうか。あ、そうだ、その前にですね、コーチで担当選手変更で、今日入ったですね、小川さんもこれ、このコーチに頼みましょう。うん、これでいいや。じゃあ、そうですね、会話していきましょうか。まずは小川さん。はい、社長。何でしょう。まあ、この子もね、ベビーフェイスなんで、褒めるでいいと思うんですよね。基本的には褒めるでなんとかなるって形でしょうかね。よっぽどひねくれてない限りね。うちのひねくれメンツはあの村上さんだけなのでね。はい、何でしょうか。褒めると。はい、自分はプロレス一筋ですから。うん、これはセリフ固定なんですかね。一回聞いた方はじゃあもう飛ばしていい形じゃないのかな。伊達さんですね。何ですか。
伊達さん確かこの前励ましてやらかしちゃったので褒めましょう。どうやらあの敵の団体にね狙われてるらしいので、この選手っていうのはね引き抜かれたらちょっとたまったもんじゃないですね。高い AP 払ったわけですから。はい、あ、なるほど、これでも喜んでるんですね。まあまあまあいいでしょう。はい、モラルアップ。これ毎回全員と話すべきなんでしょうかね。どうなんだろう。次は早瀬さんですね。はい、何ですか。褒めると。ありがとうございます。社長にそう言ってもらえるなんて嬉しいです。うん、村上さんですね。問題、あの子は叱ってモラルが上がるんでしょうか。どうなんでしょう。あら、何でしょうか。そして先ほどね特訓失敗してしまった星名さんは、とりあえず褒めましょう。はい、オッケー。さて問題児ですね。やってみよう。まずは、なんだよ。いけ、叱る。最近たるんでるんじゃないか。この前の試合はなんだ。いや、まだ試合してなくね。次に結果を出せば文句ないだろ。やっぱりこのイビルの方々っていうのはこうビシバシ言った方がいいみたいですね。信頼度上がるの。モラルじゃなくて信頼度が上がるの。なるほど。じゃあ終了と。とりあえず今回の今月はこんなようなところでしょうかね。興行ってあれどうなんだろう。勝手に行いますってなるのかな。とりあえず終了してみましょうか。あ、練習内容なんですが、特に失敗してしまいましたね、星名さんね。残念。で、相手団体はどう出るか。あれ、新女子あれですね、動きなしでターン終了。何があった一体。太平洋女子会場にね設備投資。あ、それだけですか。なんかあんまり大きな動きは見られないというような印象でしょうかね。そしてはい、来ましたね。さあ、山とりあえず通常戦でしょうかね。あ、出場させる選手なんです。どうしようかな、これ。人気みんなゼロですからね。信頼できる人に頼むんであれば、まあ、村上さんであるとかね、早瀬さんですかね。とりあえずじゃあ今回はこの2人に、頑張ってもらおうか。あれ、いっぱいこれ出せるのかな。あ、みんな出せるんだ。ちょっと全員出してみて。よくわかんないけど。会場、え、会場ないじゃん。あ、そういうことか。前回公演で24ヶ月以上ってことか。団体勢力です。色が赤いほど団体に向き合ったことが。あー、なるほど、そういうことか。これが、僕の味方かな。あ、こう見るのかな。やっぱりそうですね、ホームの北海道は入れておくべきですよね。屋内、札幌と室蘭。室蘭の方が客入るんですね。じゃあ室蘭でやろうか。いや、会場これいくつぐらいがいいんだろう。北海道の後はどこ行くかってことですよね。宮城多少色ついてるので宮城でもやってみますか。岩沼市民体育会館、屋内、屋外とこと屋内どっちがいいんだろう。とりあえずじゃあ体育館、体育会館にしてみましょうか。会場何個ぐらいいるんですかね。東京でもやりましょう。後楽園プラザかタイタン有明。ランクがあるんですね。あ、前回工業より24ヶ月だから2年以上経ってないとその会場できないっていうことでいいのかな、多分。愛知でもやりましょうか。4つ、5つぐらいにじゃあ収めましょうかね。兵庫、はい、まあこれ適当に選びましたけど、とりあえずこれ で組み合わせを選択してください。選手の上で、しかも、あ、組み合わせですか。そうですよね、どうしよう。やっぱ村上さんと林さんちょっとやらせてみたいですね。
速さ、あ、間違った、いいよくない。で、あとは別に組み合わせ考えてないんですけど、どうなんでしょう。まあそうですね、伊達さんとじゃあ星野さんとして、で、あとはまあ残った人って感じですね。これでいいのかな、なんか立て方全然わかんないから適当なんですけど。で、スタート。登録数が不足しています。どういうこと、選手の登録数が不足していると、タックマッチとかもできるのか、なるほど。出場選手の登録数が不足している、なんかできないっぽいですね。あ、そういうこと、全部の会場で選べってことなのかな。あ、マジですか、5会場って多いのかな、もしかして。ちょっと2会場目は順番でやっていきましょう。で、3会場目は反対から順番ですね。なんかランダムでこれ選べればいいのかな。あ、オートあるじゃん、三角で。オートにしようじゃん。まあ適当に組んでもらったので、とりあえずこれでやってみましょうか。アタックマッチとかもちょちょありますね。はい。うん。いや、ちょっとドキドキですけどね。今日は DMR の、旗揚げ工業にお越しいただき誠にありがとうございます。私たちはまだ小さな団体ですが、努力といいファイトを積み重ねて大きくなっていきたいと思います。どうかこれからも応援よろしくお願いいたします。はい、1日目ですね。まあ2000人入る会場で400人ということでね、やっぱり最初でかい会場取るべきじゃなかったね。満員とかにならないもんね。第一試合を開始します。あ、見ないっていうのも出てるんですね。とりあえず1試合目は見ようか。村上さんが林さんに勝ちました。耐え方のピンフォールですかね。非感染、感染、あ、コンピューターに戦わせるってことか。なるほど。最後じゃあこれで見てみましょう。田中さんが小川さんで勝った。これをじゃあちょっと見てみようか。伊達ちゃんと、星野さんの戦いですね。感染で試合開始と。さあ、どうなるんでしょうかね。まあコンピューターが勝手にやってくれるってことですので、まあどっちが勝つかって感じですかね。あ、星野さんメガネ取るとあんな感じなのか。そして伊達さんもあれですね、試合中はちょっとこうキリッとした顔つきですね。あ、やっぱり結んでるんだ。飛び、おっと、ドロップキックがクリーンヒットということで、投げ、なんか伊達ちゃんがめちゃんこ押してますね。お、星野さんの声、バックステップで前を取る、相手の出方を伺っているのかということで、なんかカードで戦うのこれ。ショルダーアタック、ちょっと星野さん押されまくってますね。お、そして抑え込んだ、カウントが入ります。お、2で返した。あ、まだね、やっぱり頑張ってもらわないと。そしてショルダータックル返し、相手を吹き飛ばす肩爆弾だってことで、飛び技、ドロップキックですね、クリーンヒット。お、パワー、はい、もう一度ショルダータックル。おっと、伊達ちゃんが今度押されてますね。どっちが勝つか分かんないな、これ。ドロップキック返しですね、クリーンヒット、投げ、能力高ければね、相手の攻撃防いだりとかもできるんですかね。投げ技をしてますね。アームホイップ決め、さあアキレス腱ガードですね。かろうじてロープにたどり着いた、ロープブレイクです。打撃、さあ逆水平チョップ、乾いた音が会場に響き渡るってことでマジの実況になってるな、これ。お、やばいですね、スリーパーホールド。星名さんがもうそろ、体力ゲージなんですかね、あれもうそろなくなっちゃいますけど大丈夫でしょうか。さあそしてドロップキック、これがとどめになるのか。あ、そのまま抑え込む、カウントが減ります。 2.8、
かろうじて返してすごい。まだ戦い終わってない。あーだが打撃エルボー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 って言うこれはやばい。こちらさん返せるかね。決まってしまったってことですね。カウント3を奪いましたですね。伊達ちゃん勝利。なるほど。また戦いましょう。かっこいいじゃないですか。面白いねこれね。これはちょっと敵とね戦った時は熱くなりそうですね。なるほど、決め技は耐え難いですね。まあこのような結果になりましたよと。ほうほう、なるほどですね。ちょっと今回は時間ないので、2日目以降はちょっとあれですね、試合飛ばしましょうか。星野さんが、アタックマッチですねこれね。村上さんを下してアキレス腱固めでギブアップだったわけですね。なるほど。で小川さん対真田さん、真田さんの勝利と。まあ、今回2試合しかやらなかったんですね。タッグマッチだったんでね。そして後楽園プラザ東京ですね。毎回同じだな。400人しか入んない。はい、脇固めで小川さんが、林さんをねこうギブアップ取った形ですかね。真田さん強いな。なんか毎回勝ってるんじゃない。でこの2人の戦い、今回は星野さんが勝ってるんですね。アキレス腱固め得意技なのかな、これ決め技、アキレス腱固めというと。はい、どんどん行こう。ね、4日目、全く同じ入場者数で、タッグマッチでね、体固め村上さんが小川さんをピンフォールで、下した形でしょうかね。で第2試合がこの子よく戦うな、星野さんと伊達ちゃんで、ね、そしてあのいい感じに負けたり勝ったりしてるからライバルに なれるそうなね、形ですよね。はい、お疲れ様です。次ラストのコインですね。フィフスデイ、村上さんが林さんを下しましたと。決め技は体固め、あ、真田さん負けましたねとうとう。小川さんが体固めで下した形ですね。あ、オートにしてっけどこれ同じだな多分。毎回同じ人と体固ってますね。はい、以上となりますと。なるほど、こういう形で、試合ね進行していくわけですね。まあ5会場でねやったわけなんですが、やっぱり最初ちっちゃい会場でやった方が良さそうですね。売り上げになんか響くみたいなんで、総収入1255と。あ、支出もそのぐらいなので、まあ、同じような感じですかね。総利益は68。お、なんだろう。星名勇気選手がジャンピング2パッドを取得。あ、新しい技ですかね。本日の成長結果ですが、特に変化はないかな。あ、新技取得ね、星名さん。やばい、楽しくなってきた。そうか、そういう形でやっていくと。お、新日女子の収入やばいな、13,000。いやー、これはすごい。そして支出がね、4,600。あ、レベルどんどん上がってるね。ちょっとこれはうちも負けてらんないですよ。そして、残る太平洋なんですけどもどうでしょうか。まあ、まずまずですかね。それでもだいぶ稼いでるかな。よし、ちょっとここらでね頑張っていきたいところですけども、もうね早くもお時間が来てしまったんですよね。なんかあっちまだったな。早瀬さんが試合で負傷。これ大丈夫なのかな。あ、症状が軽いので試合に支障はありませんが、用心が必要です。マジっすか。こんなの怪我のうちに入らないですよ。いやー、でも心配だな。大丈夫なのかな。いや、ちょっと待ってみんなして怪我。あ、同じですね、星名さん。あら、このくらいなら大丈夫ですよ。合気道やってましたし。なるほど。あー、ちょっとお二人怪我ということで今回ここまでですね。ご視聴ありがとうございました。ちょっと今回ね収めすぎてしまいましたので早々に切らせていただきます。次回パート5の方でねもう一度お会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。それではその時までさよならです。バイ。